フランス共産党、フランス共産党、フランス共産党は、前身のフランス社会党、スフィオから最左派が分裂して1921年に結成された、フランスの左翼政党。決闘当初は、共産主義インターナショナルフランス支部、スフィックを称した。マルクス・レーニン主義を掲げ、パブロ・ピカソや、エリック・サティ、イブ・モンタンらも党員だった時期がある。 フランス共産党は、コミンテルンのフランス支部として活動し、スターリンがコミンテルンを実質支配した1930年に左翼反対派を追放して、モーリストレーズが実権を握って以降、コミンテルンが解散した戦後においても、各国の共産党に比べても際立って、ソ連の政策を支持する傾向が強く、LA、フェイニーデ・マスク・モスクワの長女と揶揄された。 その傾向は1991年のソ連崩壊まで続いた。フランス共産党は1930年代初頭、スターリンとコミンテルンが提唱した社会ファシズム論を実践して、フランス社会党に激しい攻撃を加えたが、1933年にドイツでナチスが政権を取ると、フランスでもファシズム運動が起こっていたことから、労働者の間で、 反ファシズム統一戦線の機運が高まった。その機運は2月6日に起こった、火の十字団、王統派青年団、愛国青年団、フランス連盟などの極右、ファシスト組織が合同して、コンコルド広場からエリゼグに進撃した武装デモをきっかけに、ファシズムに対抗する統一戦線としての人民戦線運動として結実し、1936年には、 フランス人民戦線政府が樹立された。フランス共産党も人民戦線運動に貢献したが入閣せず格外協力の形でこの政府に協力した。したがってフランス共産党はこの政府に協力するために労働者のストライキ運動を権利獲得運動枠内に抑制した。1936年5月27日に社会党左派のマルソー・ピベールが ストライキ運動の広がりに革命まで展望して、今や、すべてが可能であると社会党機関し、ポピュレールにて表したことに対し、フランス共産党書記長である、モーリストレーズは、農民と中産階級の支持が十分でない、として、すべてが可能なわけじゃない。権利闘争は終わらせる術を知らなくてはならないと6月11日の共産党活動家集会で反論した。 このようなフランス共産党の社会ファシズム論から人民戦線への転換はナチスの軍事的脅威からソ連邦を守りかつヨーロッパにおけるトローツキズムの公用を恐れたヨシフ・スターリンの意向が働いている。1937年6月にレオン・ブルーム首相の辞職によって人民戦線政府が崩壊し1939年にスターリンが ナチスドイツのヒトラーと独ソ不可侵条約を締結するとフランス共産党は一転して反ファシズムではなくフランス帝国主義及びアメリカイギリス帝国主義反対を強く打ち出すようになる。独ソ不可侵条約を支持したことで党員の3分の1が反発して離脱し政府から理的団体と規定されて非合法化される。1940年のナチスドイツによる フランス侵攻という段階に至っても、後に劣造される伝説とは違って、秘密地下組織となったフランス共産党は反、ナチレジスタンス運動を開始するどころか、モスクワからの移行に従い兵器工場でのサボタージュを、労働者にこかけ、いくつかの工場をテロによって破壊した。フランス敗北後は、当初は合法正当化を期待して、占領当局に帰還がユマニテの発行を請願し、 指導者のジャック・デュクロは回想録でこの子を認めているアナーキストやトロツキストの名簿をナチスに渡したりしているジャック・ドリオヤなどのように共産党から転校したものも少なからず存在した1941年のナチスドイツのソ連侵攻によってフランス共産党も武装してレジスタンス運動を開始する当時すでに地下組織であったことから 武装闘争への転換はスムーズに行われた。フランス共産党のレジスタンス活動は、ドイツ兵を一兵でも多くソ連から引き離せという、スターリンの指令によって、その開始の当初から、ナチ将校の射殺を繰り返す激しい戦術を採用する。それに対するナチス側の弾圧も、疑わしきは処刑と熾烈を極めたことから、フランス共産党は、銃殺を恐れぬ党として、 フンス社会で権威を取り戻すことになる。また、フランス共産党は、愛国主義とインターナショナリズムの融合を、レジスタンス運動におけるスローガンに掲げ、ドコールハラブルジョアジーのレジスタンス組織とも強調した。あるいは、レジスタンスの大衆組織として、国民戦線、現在のルペンらの同盟組織とは、全く無関係を結成し、主に中産階級の取り込みを図った。以降、 愛国主義は、フランス共産党の強烈なアイデンティティとなった。1944年に、ナチスを放逐した国民的なレジスタンス運動は、共産党の権威の高まりと、相まって、ブルジョアジーすら社会主義を希求すると言われたような状況を現実させる。しかし、モスクワに亡命していたフランス共産党の指導者、モーリストレーズは帰国するなりレジスタンスの武装解除を命じ、明示。 資本主義体制再建に協力することになる。また、フランス共和国臨時政府のド・ゴール政権では、トレーズが副首相として入閣した。1945年の政権議会選挙では126議席を獲得して、第1党となった。1946年の政権議会選挙では、第2党となったものの、11月10日に行われた第、 四共和制最初の議会選挙でも第一党となった。この時期に成立した政権のいずれにも閣僚を排出している与党であり、この時期が同党のピークと言えるだろう。1947年5月、ポール・ラマディエ政権はゼネストをめぐって共産党の閣僚を罷免し、共産党は野党となった。1951年の議会選挙では、 第一党であったものの、社会党や旧新党などの率いる第三勢力が与党となった。1956年の選挙でも第一党の座を確保したが、1958年には引退していたド・ゴールが政権に復帰し、第5共和制が成立した。ド・ゴールの再党番後は低迷し、1958年の選挙では、 得票率こそ18.90%だったものの、わずかに10議席しか獲得できなかった。1962年の選挙では41議席を得た。1967年の選挙では議席を倍増させるなどを盛り返した。1968年5月革命において、フランス共産党は影響下にあるローソナショナルセンターである CGT。 労働総同盟を通じて労働者のストラッキを組織したが、ダニエル・コーンイコール・ベンディットらの急進的な学生運動を一貫して否定し、バリケードを構築しての衝突や、街頭選挙を積極的に推し進めるアナーキストやトローツキストたちを庁舎として激しく非難した。ドコール大統領は総選挙を行って対抗し、事態を収拾した。共産党はわずかであったが、 得票率を減少させた。1972年には、フランス社会党と共同政府綱領に調印し、左翼連合を形成して、政権を目指すが、政権獲得後の国有化の範囲の請求な拡大を理由に、社会党から決裂されて1977年に、左翼連合は崩壊した。1978年には、 共産党員哲学者であったルイアル・チュセールが共産党の中でこれ以上続いてはならないことを観光している。1981年に社会党のミッテランが大統領に当選するとフランス共産党は同政権に入閣したが1984年に政策不一致で脱退する。1985年に開催した第27回党大会では 1970年代の左翼連合及び1980年代のミッテラン政権での経験を社会党との共同を追求したこと自体が誤りだったと総括し同大会で社会主義フランスの建設を強調する方針が採択された1990年の27回大会ではフランス的な社会主義プロジェクトに発展したフランス共産党は 1979年のソ連軍によるアフガニスタン侵攻や1980年のポーランド干渉などについて常にソ連邦政府を全面的に支持した。またソ連邦の核兵器保有を全面的に支持していたがソ連共産党のゴルバチョフ書記長が1986年1月に2000年までに全世界から核兵器をゼロにするという提案を発表すると フランス共産党は、ゴルバチョフ同士の提案を我がものにすると、核兵器の廃絶を訴えるようになった。1991年のソ連崩壊による各種文書の情報公開によって、ソ連共産党が長年にわたって、フランス共産党を資金援助していたことが明るみに出た。1994年の第28回党大会で1970年以来と運営を、 になってきた、ジョルジュ・マルシェが引退し、ロベールユーが初期長に就任した。1997年国民議会選挙では、改選前を上回る議席を獲得して検討。選挙後に、第三次捕獲共存として発足した、社会党政権に、ジャンクロード・ギソ、運輸省やマリー・ジョリュ・ビュフェ、青年、スポーツ省などを入閣させた。この時期の共産党指導部は、 新自由主義的改革とそれに伴うフランスの伝統的な福祉政策の転換に反対せず、下ソ同士を困らせる名をスローンにして、労働組合などによる民営化反対の要求、運動を抑制した。2002年フランス大統領選挙では、初期長のロペールユが出馬したが、歴史上初めてトローツキスト政党である労働者の党や革命的共産主義者同盟の候補の得票を、 下回った。ユ指導部は、この大敗の責任を取って退陣、ビュフェを全国初期に選出すると、新しい指導部は、新自由主義反対を強く打ち出すようになる。しかし、ユーラ旧指導部は、現在のビュフェ路線を、反対ばかりで対案がないと批判する。またビュフェ指導部も、ユ時代の民営化推進路線そのものを自己批判している、わけではな。 1989年の段階で、党員数20万人と発表していたが、現在は、衰退著しくその半数以下と思われる。大衆運動の現場では、トローツキスト勢力との共闘も深めており、路線に若干の幅を見せている。しかし、近年は、社会主義的理想主義を掲げる若手党員は、主に、LCR、2009年2月に、 反資本主義新党 NPA に移行に、あるいは同党の愛国主義的伝統をアイディティにする古参党員は極右政党の国民戦線に、それぞれ場合によっては、地方、下部組織ごと移行しているケースも少なくなく、フランス共産党は組織存亡の淵に立たされていると言える。ただし、南テールなど、万流、大都市郊外の公営住宅地では依然として、 共産党が強い勢力を維持している地域もある。フランス共産党は2005年の EU 憲法批准の是非を問う国民投票に際して反新自由主義の立場から批准に反対し反対派の勝利に一定の貢献を果たした。この EU 憲法批准に反対した反新自由主義左派グループフランス共産党革命的共産主義者同盟 LCR 緑の党 労働者の闘争 LO などは5月29日全国コレクティブ5月29日 YEU 法批准反対派が国民投票で勝利した日を形成して2007年フランス大統領選挙を睨んで左派統一候補を擁立する議論を行い全国コレクティブは投票で共産党の全国初期マリー・ジョルジュ・ビュフェを選出したしかし LCR は 共産党の組織力を背景にした多数派工作による選出と反発した。ビュフェは共産党色を薄めるために初期朝食の辞任を示唆したが結局全国コレクティブは決立し反新自由主義各党がそれぞれ候補者を擁立する結果となった。LCR が共産党の言う指導部時代の民営化政策の撤回を迫ったが共産党がそれを拒否したことも 決裂の一因となった。また、ビュフェを、反新自由主義勢力の代表としての候補か、あるいは、伝統的共産党の候補として擁立するかで、共産党内部でも意見が二分したが、最終的には、ビュフェは、共産党と無党派市民の共同候補という体裁で、同党初の女性大統領候補として、立候補することになった。この共産党の動きを、 セクト主義とした同党の N 県、モンドリニー支部では、三十数人で構成する共産党の支部が解散することを決定して、その半数が LCR に加盟して、ブザンスノーの大統領選を支援することを表明した。ビュフェは大統領選第1次投票で70万7327票の得票、得票率1.94%の12人の 候補者中7位に止まり、前回の3.37%から、さらに後退した。トロツキスト候補である、LCR のオリビエ・ブザンスノー候補にも大きく、水をあけられ、ブザンスノーは4.11%を獲得、この間の共産党の体調傾向に、さらに拍車をかける結果となった。フランス共産党は、フランス社会党のセゴレーヌロ・ロワイヤル候補と右派の、 ニコラ・サルコジ候補の対決となった決選投票においてロワイアルへの投票を呼びかけた。大統領選挙第2回投票の翌月に行われた国民議会議員選挙6月10日17日投票では前回より6議席限の15議席を獲得した。2009年2月、社会党から分裂した左派グループが結成した左翼党や 反資本主義新党内の少数グループであるユニテリアン左翼と共に同年6月に実施された欧州議会議員選挙に向けた選挙共同ブックとして左翼戦線を結成。左翼戦線は同選挙で5議席を獲得したそのうち3議席が共産党。翌2010年6月に行われた第35回党大会ではリュマニテの元編集長であるピール・ローラン ピエール・ローランを新たな全国初期に選出した。2012年4月に行われたフランス大統領選挙では左翼勢力の結集を旗印に左翼党の党首であるジャンイコール・リュック・メランション候補を支援。第1回投票で得票率11.13%で4位に止まったが共産党系候補が得票率10%を超えたのは1981年の 大統領選挙以来である。また大統領選挙直後に行われた議会総選挙で左翼戦線が獲得した12のうち共産党は7議席となった。2013年2月に行われた第36回党大会ではピエール・ローランが全国初期に再選された。フランス共産党は現在も型の上では党内派閥は存在していないことになっている。これは 共産党が昔から持っている民主集中性という組織原則によるものである。ただ、1994年以降に、党内組織の改革が行われ、考えの多元化を認めており、その人の持つ思想傾向によって、簡単に党内グループを分類することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。